からね。ゆき。脇谷雄二のゆうじチャンネル、チャンネル。ちょっとエコーを入れてました。フリーアナウンサーの後藤重義です。さあ今日も脇谷シェフのキッチンに乱入してまいりました。ありがとうございます。またお越しいただきまして。いえいえ、もう後藤さん、はいはい、見てください。これ知ってます知ってます。これ鳥取県のキャラクターですよね。そうなんですよ、もう最高ですね、可愛くて、これあの鳥取県名産の二十世紀梨のね、キャラクターにしたものなんですよ、ね、あ、そうなんですか、なるほど。実は僕知らなかったです。1975年から5年間鳥取放送局で勤務してました。ですから鳥取のことはお任せください。これ後藤さん知ってます？あ、知ってます。豆腐軸はこれお豆腐だけじゃなくて、はい、あの中にも魚の、ね、練り物が入ってるんですけれども、豆腐軸は、うん、僕は初めて食べたんですけど、かじると豆腐の香り味わいしてそれでいてですね、またちょっと火を入れると旨味が出てくるんですね。そうなんですよね。あの鳥取県の、まあ、ソウルフードといってもいいと思います。ソウルフードになるんですね。そこにソウルフードって言ったらこれですよね。そう僕大好きなんですよ、らっきょう。これらを使ってですね、らっきょうを使ったチャーハンを作りたいと思います。おお、らっきょうを使ったチャーハン、あ、ちょっと私のイメージにありませんでした。もう、まあ、どんなチャーハン、ご家庭で手軽にこれさえやれば本当すぐできる、そういう料理を今日はご紹介します。うわ、楽しみですね皆さん。それではですね、早速作っていきたいんですけど、材料こちら見てください、はい、先ほどのらっきょうをこのように約 50g、ちょっと粗く切ってあります、はい、それでこの豆腐ちくわ1本をこのようにお金のように見立ててこういうふうに切って、端の方を細かく切ってあります。らっきょうと同じですね、ネギ、はい、そうですね、それであとはですね、この卵なんですけど見てください、ほら、あ、しっかりしてますね、この卵すごいですよね。もう盛り上がってますね、全体がね。後藤さんのうち卵屋さんでしたよね、はい、確か実家。そう、あの、そう、卵を産む鶏を品種改良して、でひよこを養鶏家の方にね、あの提供するという、はい、そうなんですか。ですからこう一発で分かります、いい卵かどうか。あそれは間違いない、間違いないですね、この卵を使っていきます、まずですね、今日はこの豆腐ちくわにちょっとだけね、これ普通のお水です。水にあのチキンコンソメちょっと入れます。チキンコンソメにお醤油少々、それにお砂糖ほんの少々、これでこのようにしてエキスを作ってこの豆腐ちくわの中に入れちゃうんです。ほうほうほう、ちょっとこう染み込ませる、はい、その時にこのように液体、この出汁を入れて電子レンジで1分だけでいいんですよ。電子レンジで1分加熱します。それでは後藤さん、はい、チャーハン、基本のチャーハンですね、作りますので、はい、後藤さん卵をですね、いいですか、かき混ぜていただきますか、はい、これ炊きたてのご飯見てください、はい、銀シャリ、あ、もうツヤツヤですね、もう立ってます ね、こういう、どうしてチャーハンを作るんだったら、うん、ごちそうなので炊きたて、炊きたて、普通チャーハンってね、冷や飯って感じでしたけどもね、もちろん冷や飯でもいいんですけど、どうせだったらね、そういう風にしていただいた方が嬉しいです、これで大白を大さじ約1です、こんな風にしてですね、入れます。そうしましたら、今のあの美味しい卵をこのように溶いていただきました。そこで卵が入ります。こんな感じです。うわ、いい感じですね。そしたら卵がこう入れて半熟のところにこのご飯が入っていきます。これが温かいご飯です。そうなんですよ。このように炒めていき、このお米にですね、卵をまとわりつかせる感じなんですよね。卵とお米が一体となる感じですね。そうなんですよ。そこで後藤さん、ちょっとだけお手を解釈していいですか、あ、はいはい、これを混ぜておいてくれます。あ、はいはい、はい、これを混ぜてる間に僕はこのらっきょう入ります、はい、
らっきょう入ります。はい、来ました。それと美味しいこの豆腐ちくわいきます。豆腐ちくわも入りました。こんな感じです。それでいきます。あとはですね、本当にお塩をほんの少し少々です。こういう感じです。パラパラパラ、あと胡椒パラパラパラ、そうです、こんな感じです。いい香りになってきた。いい感じですよね。実はこれ見てください。らっきょうの汁、らっきょうをつけてある汁をほんのちょっとだけ入れます。これいきますよ、真ん中開けていただけますか。はい、うわ、はい、こんな感じです。それで混ぜていただきます。あ、また香りが、あ、ちょっとこう甘酸っぱい感じですね。いい感じ、らっきょうの汁にほんの少々のお醤油入れとくといいんですよ。そうですか。らっきょうの汁は白いじゃないですか、その白いところにお醤油入れるんですよね。そうすると見てください、ほら、この香り、はい、最高なんですよね。さあ、じゃあ僕は締めいきます。はい、じゃあちょっと火力を強くして、はい、あ、ちょっと火力をやっぱり強めにして仕上げる。そうですね、最後だけはこうやって、ほら、あ、ね、シェフのこのいいですよね、鍋さばき、これでこのまんま、うんうん、お皿に盛り付ければ、はい、このチャーハンの完成なんです。あ、だけど、ちょっとだけ、はい、悪さをいたずらしちゃいます見てください、はい、この先ほどのこの豆腐ちくわ、はいはい、これ普通のお茶碗にラップを巻いてあるだけです、うん、それでですね、この豆腐ちくわをこんな風にして、円を描くようにしていくんですね、せっかくこの鳥取のソウルフードじゃないですか、はいはい、ソウルフードのチャーハンを鳥取県で流行らせるのと、はい、日本全国にこれをですね、流行らせようと思ったんです僕、はい、後藤さんこれちょっと味見ていいですか、ね、じゃあその間に僕味見させていただきます。はい、どうですか。あ、これね、あの豆腐ちくわがバージョンアップしてますねちょっと温めただけで違うじゃないですか、うん、ねえ、そうそうそう、これでご飯が、ご飯、チャーハンを、うんうん、豆腐ちくわの並べた上に入れていきます、はい、うーん、そうしたところでこれをいきますよ皆さんこうやって乗せて、ひっくり返す。おー、はい、いきます、はい、見てください。いきますよ。うおー、来ましたよ、ね、ほら、こんな感じでですね、見てください、これもうこれは美術ですね、芸術。ここに青みをパラパラパラってねんようですね、やればもう完成になります。あ、美味しそうさあ早速、この形もいいですよね、もうビジュアルがね、まるでアートですね。ありがとうございます。これをね、このまんまっていうわけにはいかなくて、うん、こんな風にいきますあ、せっかくのビジュアルが見てください。でも楽しいですね、うん、こうやってそれで混ぜてですよ、おいしそう。ほら、これをお子さんに食べさせると喜んでいただけるんですよ。また腸も盛り上がりますね、はい、それでこの豆腐ちくわがまた何とも言えないんですよね。どうぞいただきます。はい、さあ、この豆腐ちくわちょっとね、味つけましたもんね。そうなんですよ、うん、どうですか、さっぱりした豆腐ちくわがね、はい、なんかすごいごちそうに変わってますね、またね、うん、いただきます。うまい。粗みじんのらっきょうがまた口の中でね、アクセントになってますね、うん、いいですよね、シャキシャキ。自分で作って美味しいっていうのもおかしいですけどいやいや、もう間違いなくごちそうチャーハンですこれは、うん、嬉しいです。いや、ところで皆さん、この鳥取県の美味しいものが何でも揃っている東京新橋の鳥取県のアンテナショップからですね、あの
脇谷シェフと一緒にインスタライブを行います。3月18日金曜日の夜8時からみんなの今日の料理インスタライブ、脇谷シェフと一緒に鳥取県の美味しいものをまた皆さんに、ね、ご紹介したいと思ってます。見てくださいね。ぜひ皆さん見てください。ライブです。